エミール・シニョルによる若きベルリオーズ作品 21H101 はエクトル・ベルリオーズが作曲した還元楽のための演奏海洋助曲である。ベルリオーズが地中海沿岸の保養地ニイースに滞在中、ジョージ・ゴードン・バイロンの物語し、海賊に触発されて1844年に作曲された演奏海洋助曲である。 作曲当初のタイトルはニースの塔とされていたが赤毛の海賊と解題しさらに改定が施された後に1852年に出版する際に現在のタイトルである海賊と変更されている。初演年は1845年1月19日パリのシルクオランピックにてベルリオーズ自身の指揮によって行われた。また、 作曲年には1831年の説がある。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、コルネットに、トロンボーン3、チューバ1、ティンパに、言語部、輝かしい第1主題と、第1バイオリンがそうする、静かなメロディによる長い相話を経て提示される、快活な第2主題で構成されるその他形式で書かれている。古典的な形式であるが、 作品の様相は多彩でダイナミックに展開される。演奏時間は約7分。ありがとうございます。